レオン師匠の二つリボリレオン師匠、こんにちは。はい、こんにちは。今日も視聴者の方からいただいた質問なんですけれども、うん、すごく端的な質問で、ズバリですね、うん、満月を押しよって釣れないんでしょうかっていうテーマでございます。あのね、よくある質問でさ、この25年ぐらいでもう、 何回来たかわかんないぐらいあの同じ質問をねずっと受けてます <laughs> この手の質問で、まあ、似たような質問でさあの僕がいつもその質問者の方にお答えするのがまず何するのと牛 <laughs> は、はい、ターゲットは何なのって話なんだよねはいでこれをご存じない方もねどうしても初心者の頃にはわかんないからさ魚の習性とか だからどの魚も同じと思いがちなんだけど実は満月で釣れる釣れないで考えるともう魚種で全然違うからねはいそこを踏まえてあとね場所でエリアで違うのうんエリアってのは例えばねあの西日本だ関東だ北海道だ、えー、九州だ沖縄だこ,これでもう全然違ってくるのうん。 でこれはね、あのー、大きく分けるとカンマの差でものすごく分かれちゃう。あエリアでいって違いますもんね、うん、であと夜なのか昼なのか明かりがあるのかないのかで全然変わってくる。だからまずそれぞれで違うよということを踏まえてちょっとご説明しましょうね。え例えばまあ、あのーね、この番組見てらっしゃる方の多くはライトゲーマーさん。 だと思うんですでライトゲームといえば今やナンバーワン人気はアジングですで、はい、アジで考えるとアジってほら夜漁港の明かりがある堤防で釣ることが大体8割9割じゃないかな、はい、釣れないよね満月の夜 <laughs> 厳しいですねね逆質問するんだけどなんで久兵衛さん <laughs> いややっぱ 明かりが真っ暗であれば、明暗がはっきりしたり、プランクトンとか餌がたまるとこはっきりすると思うんですけど、明るいと分散しちゃうのかなと思いますよねだよねだうんもうこれはもう明らかで、普段、えー、漁港の、えー、常夜灯と月の堤防で釣りをしていると、海の暗い中にポツーンと漁港に明かりがとってるんだよね。はい でこの明かりに対してプランクトンだの小魚だの,だの餌が寄ってくるわけね。はい、でその餌を食べにアジとかメバルがもしくはスズキやあとキジハタも寄ってくるわけじゃん。はい、でそれを僕たちアングラは釣ってるからこれが満月で明るいとなると餌を寄せる漁港の明かりがまず機能しなくなるってことをまず第一に考えてほしいよね。 はい、で、あとはその魚種によって微妙に違うんだけど、アジって元来夜行性じゃないのよね。おー、なるほど。うん。だから、アジを真っ暗なところで釣る人って、1割いないでしょ。確かに。<laughs> いないよね。でも、メバルどう闇裾で釣るじゃん。いりますね、真っ暗なところに。いるよね。だから、夜行性の。 魚を釣る場合は満月大潮だとやっぱり長寒は若干落ちるんだけど味ほどではないよねで,<ー>でなぜならさっきも言ったようにメバルは比較的夜行性の強い魚だからなるほどこれを考えなきゃいけないんですよ満月大潮とで釣れるか釣れないかという質問には二つ要素があってさ大潮にも闇夜と月夜があるよね はい、で質問者の方は満月とおっしゃったのかなそうですね。うん、じゃあ闇夜の、まえー、大潮の時は釣れるということを知ってるわけだよね多分この方、うん。そうだと思います、うん、だとするとライティングだっていうのがもうイメージできなきゃいけないよね。<laughs> ああなるほど。真っ暗闇の中に漁港があって漁港の堤防の先端でポーンと明かりがついてて。 それに対して餌が寄ってきてフィッシュ板が寄ってくるという構図なわけだから、はい、同じ大州でも闇夜の場合だったら大丈夫だよね。はい、これ一つあるんだけどそもそもさ潮回りで考えたときにあの魚種によってこれも変わるんだけど僕の経験では港湾部で小物釣りをするのに一番いい潮っていうのは。 大潮から下りに入った2日目の中潮が一番魚って釣りやすいのね。お<ー>これはデータ的な問題なんだけど大潮ってことは水位が上がるんだよね満潮時にはい。で小潮とか長潮とか若潮の時よりもこれ瀬戸内なんかでね釣りしてる人はすごくわかるんだけど小潮の時は満潮水位がだいぶ下の方なんだけど大潮の満潮の時にはもう 防の上水はいだからまずま満月か闇夜か関係なく大潮の満潮時にものすごく水位が上がるよと考えてはいさあそれがイメージできたらす水位が湾内で考えるね湾内の面積でこう俯瞰で捉えて、はい、上から見た感じです上から見た感じ、はい、湾内の水がある えー、平米が広さがこれぐらいだとする干潮時にはいでも満潮になったらこれが何倍にも広がるのよ水位が上がるからお確かにうんそうすると魚が集結するつまり釣れるピンスポットがばらける、うん。うん普段水に使かってない丘の部分が水に使かっちゃうわけさ大潮の時は、はい だから当然魚たちはその広がったエリアでそれぞれ自分が思う餌の取りやすい場所で行っちゃうよね。行動範囲が広くなる。行動範囲が広くないだよね。フィールドが広くなるんだもん。はい、もう岸際の公園部でご飯を探してる魚はその行動面積が倍ぐらいになると思った方がいいよ。 うん、なるほど。うん、行動範囲行動面積が倍になるってことは釣り人側からすると半分しか釣れないってことだよね。これが満月大潮が一番なんか公安部の小物釣りしてたら釣れにくいよねっていうことの理由だよね。うんうん、じゃあ全てがそうかって話なんだよね。はい、これは、えー、冒頭に言ったと思うんだけど魚種にすごくよりけりでアジの場合は。 ピースポットの常野島がレストランになってるってことよね。はいで満月の月夜だと満月の欧潮だとレストランがなくなっちゃうんだよ。だから餌もばらけるってことは味もばらけるしそもそも中古製で昼間に捕食活動してる魚だから夜そのうろうる あのなんだろうなあまり努力しなくても餌が食べられる環境ってのが消滅しちゃうからまあ今晩ぐらいはそんなガセガセせずにのんびりしとこうかっつってあんまり行動しなくなるんじゃないかなと僕思ってる。うん、なるほど <laughs> で面白いのがねアオリイカ。アオリイカって結構満月の夜によく釣れるんだよね。おー うん、僕なんかねもうエギングってあのブリーデンさんにそのメバルで壊れてブリーデンのテストをするようになった時点で僕はエギングパシッてやめたわけだけど、うん、あの頃にねあのすっごい極端な経験した。場所はね島根県の某漁港なんですで <laughs> 11月にキロクラスに育った。 アオリが釣れるよねーって言うんで友達たちとみんな行ったの、ね、はいでみんな釣れねえ釣れねえって言うのよね、うん、で僕も釣れないなと最初の1時間思ってたんだけどなんかね音がするだよ海からほほほうほうほう陸側じゃなくて海側で音がするだよはいそれはねピチャピチャチュパ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 シュバって音がするだよほほほほ何なんだろうってでこうこうたる満月なんだその日 何、はい、だろうってどうも分かんなかったので海全域から聞こえるのよ。で波の音だと思ったの。うん、チパ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 でもなんか違うぞと思ってその海面がお月さんを反射させてるところをこうじーっと見てたらはい、水面にこないんだよはいはいはい。 いたその湾内の全域にいるわけ<ー>あベイトの音だなって気が付いたの途中でなるほどでもう満月だから明るいからじーっと目を凝らして見てたら時々なんかがビュッて出るのよおお<ー>えなんかがそのベイト食ってるって気が付いて何だろうと思って見ててハッと気が付いたのが あれはとりあえず岩しかなんか知らないけどちっち,ゃいちっちゃいベイトがいっぱい入っててそれをアオリイカが捕まえてんじゃないかって僕は発想したの。はい、さあこれをエギで釣ろうと思ったらキューベイさんどうするトップってことですもんね。トップあの水面に出てるんですもんね。<laughs> 思うゆで、ね <laughs> うん、思います。すぐ俺エギ丸の新顔を <laughs> 外したもんプライヤーで。 進化引っこ抜いてエギ丸の進化引っこ抜いて投げて沈まないエギ丸の三寸を水面でヒョンヒョンヒョンって止めて待ってたらギューンだよお<ー>すごくないかこれすごいですね <laughs> そこで進化をぶち抜けるというのが素晴らしいですねまず <laughs> で立て続けに五杯ぐらい釣れて わざとさ、まあ、ちょっと俺も意地悪だったんだろうねあの、一緒に行ってる友達の方向へ向かって、おお、来たー、また来たー、結構でいいぞー、700グラムとかキロぐらいあるぜー、みたいな。だから、さん、なんか一人で釣ってるよつって、みんな寄ってきて、だとですかっていうから、ないしょってってね、まさか進化引っこ抜いて釣ってるとは思わないよね、みんなね。 な何投げてるんですか?」って言うから「えぎ丸に決まっとるやろ」っつって「<laughs> 色は?」って言うけど「色オレンジで決まっとるやろ」とか言ってね。<laughs> 関係ないんだよと色も算数もえぎ丸の中の方が。要は水面で捕食してたの満月だからこそのね。うんでいつもいつもある話じゃないんだよ。うんうん、その日はねもう一つのパターンがあって。はい 割と海面から 6, 6メートル以上あるそこ、堤防あの壁があるんだけど、あの堤防のね壁が。はいで、オープンでそのトップでッ釣れたのも、本当1時間ぐらいのタイミングで、ばたっと食わなくなった、餌がいなくなって。はいで、どうやったら釣れるんだろう思って試行錯誤してたんだけど、お月さんで堤防の脇にシェードができてるんだよ。お 普通はほら常夜灯があるからこそシェードってできるわけじゃない明るいとこと暗いとこはいところがあまりにも月が明るいもんだからお月さんの明かりで堤防にシェードができてるわけ狭いんだよね20センチぐらいのシェードだよねはいここ堤防の壁でここ僕が立ってるわけだけど海側の20センチぐらいは暗いわけはいこれひょっとして暗いところに落として 堤防際に落としたら釣れるかもっつって堤防際際にバーチカルで落としてったのえぎをはいだ途中で止まるんだよおお<ー> <laughs> してやったりだよねもう抱いてんだよピュって <laughs> そこでまた5連発ぐらいしてちょっと友達が離れてて30メーターぐらいはいだまた意地悪したくなって バーっとそうう友達のとこ寄って行ってどう釣れとるって言ったら「いやーイカパンチだけあるんですけどしっかり在とくれんのですよ」って言うから二人並んで釣ってたからさ「俺がゴミちょっと間で釣っていいか?」って言ったらえ「何すんのよ何すんの?」言うから「いいからいいから見てて」って二人をかき分けて二人は沖のいいところに投げてるだけよ。はい、で二人をかき分けて堤防際に。<laughs> 足元ピューッと落としてはあみたいな顔して二人が見てるわけ両側から <laughs> でまっすぐ落としてちょんちょんってやりながらまたちょっと落としてちょんちょんやりながら落としてきゅほら来たーみたいなねうん <laughs> その二人の目の前でまた三連発ぐらいしてみせたのいいですね <laughs> さあ皆さんヒント分かりました満月の日には満月の釣り方があるのよ なるほど、うん、でアジは確かにその構内に集結しないからこれは限りなく釣りにくいよねはいでもアオリイカは<お>一晩で餌食べたくてうろうろしてるからいたりすんのようんなるほどいつもとは言わないよでも、はい、僕の経験ではそういうパターンもありました、うん、でメバルで話しましょうか今度ははい いつも常夜島周りでメバルが釣れてるところが満月の大潮で釣れなくても普段常夜野がないゴルト浜に行けばめっちゃ釣れたりするんだよ。おなるほど、うん。これは今のアオリイカがたくさん釣れたのと同じメカニズムだと思って。うん、でそもそも堤防周りの水深が5メーターぐらいあるところのオープンになぜメバルがいるかだよ普段 これ明かりがついててその明かりの範囲に餌が寄ってくるからメバルが来てるだけじゃん水面直下に。はい。明かりが効いてなかったらそこにメバルが来る、来る理由がないよね。うん。でもメバルもご飯食べなきゃいけないから闇磯とか闇のゴルタバとかで岩の後ろに隠れてお月さんがパコッと出てるから暗い側に自分が隠れて、はい 明るい側を通ってくる餌を暗い側からパッと出てきて食ってるわけおなるほど。そうしないと一晩中餌取れないことになっちゃうぞメバルは。うん、でも堤防の先端の普段釣れるその20メートルぐらいピュッと投げてさ、えー、ジュゲートリトリブしてメバル釣れたところで1匹も釣れませんってそこに餌がいないからメバルがいる理由がない。うん でも餌食わなきゃいけない,い,けないからどこにいるかっつったらさっきのイカがその堤防際のシェードで一生懸命魚探してたのと同じ理屈でメバルは基本的に夜行性でもあるのでそういうその岩だの磯だのモダノの,の、えーうん、満月だからこそできるシェードっていうのが釣れるポイントのキーワードになるってことだよね。 これが大きいんだよね。だから満月の夜になぜ釣れないのかっていうのをねやっぱりこの一生懸命想像しないとダメよやっぱり <laughs>、うん、いやそもそも満月じゃない時は何で釣れてたのって考えなきゃいけないよね、うん、キュービは関東住まいだから知ってると思うんだけど下手船遊漁船があるよねはいエバル船があるよねありますね 昼出てる、夜出てる。昼出て、爆笑ちゅう昼出てるじゃん。<laughs> <か>15年、20年前までだったら、メバリングをやってくれるあのチャーターボートなんか、ほぼゼロにしてほしかったよ。あーそうかそうかかあるのは、横浜、根岸あたりから出るその遊戯線、えー、ね、船、神奈川全域から千葉まで、横須賀の方まで、たくさんメバル船ってのがあるけど、全部昼だよね。 はいで漁師さんとか遊漁船がメバルを取ったりお客さんに釣らせたりする釣りを全国で考えたときに90%が昼間なんだよねだってメバ,メバリングする人だけが <laughs> 夜釣ってるわけじゃない確かに基本昼く釣れる魚なんだって,なんだってメバルはなるほどでも夜でも食うよねってのがメバルの性質だうん でもアジはもっとひどいのよ。はいはいはい。基本昼だよ完全にアジはね。うん、だから暗いサーフでも釣れなくはないけど極端に釣れないよねうん、うん。メバルは真っ暗でも釣れるとこ行けばボコボコ釣れるけど僕はアジではそんな目に遭ったことはほとんどないもんね。なるほど、うん。こういったことをね一生懸命自分で答えを導き出すのに。 えー、考え方として何を原点に置かなきゃいけないかっつったらアジやメバルがなぜその場所にいるかという大原則を考えなきゃいけないよね。うん、なるほど。餌があるからよ。うん、捕食活動以外にそこにいる理由が他にあるかって話だよね。うん産卵期になれば産卵床近くに集結します魚は。はい、例えばメバルだったらこの12月から1月です。 でも12月1月以外は産卵所産卵床があるところに集結する理由ないじゃないそうですね。じゃあメバルがたくさん釣れる場所は何が目的でメバルをそこに集まってるかって言ったら常にそういうふうに考えないと魚の居場所っていうのは見つけられないわけさ。うーん、確かに。 この大原則大原点を考えて大潮の時はどうなってる明かりがあるなしでどうなる満月と闇夜がどうって考えると答えが出やすいすごくで魚種で違うよってえっ、ー、とねガザミっているじゃんはいあのカニさん渡りガニとも言うよね、はい、西日本じゃ、えー、カニ漁師は満月の夜は一切カニ取りしないからねおおそうなんですか、ね、知らなかった カニからしたら敵が見えるというより自分が敵に発見されやすいうん例えばワタリガニの敵って言ったらまず一番の敵はタコだよねタコに捕まって食われちゃうでしょで満月の夜は見つかりやすいでしょ、はい、だからカニがなかなかオープンに出ていかないんだよねああなるほどであの塩招きっていうでしょ塩が引いたらいっぱい取ってくるやつ、はい、あれをじーっと観察してとこらん。ん あの磯にいるイソガニとかイワガニとかスナガニとか、えー、潮招きは観察できるじゃんいつでも海に行けば、はい、僕はもう小学校の時からこうやって見てたから分かるんだけどずーっとこうやってないか <laughs> やってますねえやってますやってないか、はい、やってますね大丈夫かってなるぐらいやってます <laughs> 大丈夫かってぐらいずっと食ってるよね <laughs>、はい、だからそういう生き物なんだってば うん、ずっとこうやらないいけないような体に生まれついてきてるのに満月の夜にそれやるとタコにつかまるから我慢して暗いところでじっとしてるから一気に身が痩せるのよカニ。あなるほど。せっ <laughs> 取ってもサイズでかくても目方測ったら軽いから値段が安いの。あスカスカなんですね。 すかすかなの。のスカニのすかすかなやつ当たったことあるでしょ、あなた。ね、<laughs> え、んこんなに安い、ね、越前ガニ、松葉ガニ、はい、うわっ、めっちゃ安い買おう。なんかすかすかって当たり前だよね。<laughs> 満月の夜に取ったやつ買うからよ。<laughs> なるほど正しい漁師さんはそんな日にね、獲物取らないの。 これが、まあ、一つの例としてね例えて僕お話してるわけだけどもう海の中の,その生命層とか食物連鎖の中には必ずうそういうことが影響されるし何より地上の動物ってい、ね、うん、で月のは100%だからに、えー、地球上の動物はすべくなく月の引力にし 影響されて支配されてそのリズムの中で生きてるということを自分が釣ろうとする魚種や魚にも全部当てはめて考えるとある程度答えが出やすいなと思うね。な <laughs> なるほど。どあ,あれでですねあの。今週は大潮満月でどうかなと思った時こそ、 ちょっといつもと違う場所とか同じ場所でもちょっと違う立ち位置とかいろいろ考えてみると発見があるかもっていう感じですね。ヒントは、常夜灯の明かりじゃなくて空全体が明るいよってこと。空全体が明るかったら闇場所であっても影ができるってこと。うん、これが一番大きいヒントだから、えー。空全体が常夜灯だと思って考えたときに、えー、明暗の境目にターゲットが大体居やすいよって考えたら、 自分が行ける範囲でそれがどういうとこだろうかっていうふうに物事を考える、うん、でプラス潮当たりがいいとか悪いとかで普段から海を観察しててこの辺は生命層が豊かとか豊かでないとかいうことも頭に浮かなくちゃいけない。なるほどで満月の夜に堤防があんまり機能しないとなったら普段自分がい,いろんな磯 歩きしてててあそこってなんんかエビもたたくさんいたよね小さい魚がいっぱい見えるよねっていうところは必ず覚えとくチェックしとかなきゃいけない、うん、そういうところに行けばいいのよそういう日こそなるほど攻める場所は確かにピンポイントで難しくはなるけどヒントは面や月でできた明るいところと影の場所ね是非、えーえー、こういうことを、うん、あの 念頭に置いてね、えー、どういう場所でどういう釣り方したらいいのか例えばもうどうしても満月大潮だからちょっと味は諦めてメバルを、えー、漁港のそばのちょっと歩いていける範囲以内のゴルタバでメバルでも狙ってみようかまあなんか量の下がなこと言ってたからやってみよう、えー、プラグ結んで岩のすぐそばをこう。 スープラ投げてみたら、ガバーッと音がして、うわーって、見たこともないようなでっかいメバルが来るかもしれないよ。<laughs> はい、そうですね。<laughs> ということで、今回もいいかない。ありがとうございます。すごいためになる回だったと思います。うん。ありがとうございました。視聴者の皆さんも、あの、他にレンオン師匠に聞いてみたいことがあったら、 コメント欄などでお知らせください。そしてこの動画が役に立って面白かったよということは、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、リオン師匠、今日はありがとうございました。はい